皆さんこんにちはレクセン人講師の運野です今日は司法書士試験の直前期にお勧めする講座直前卓一過去問絞り込み講座について皆さんにその特徴をご紹介していきたいと思います今から三つの特徴をご紹介いたしますまずポイントその1こちら画面に出ていますけれども直前期の卓一学習は絞り込んだ問題をとにかく回す勉強が王道だということになります で、これはよく、あの直前期は、えー、とにかく、これと決めた問題をぐるぐる回しなさい、というふうにですね。えー、どの講師も説明しているんじゃないかと思います。それも一回、二回ではなく、ぜひ三回以上やってほしいんですね。で、えー、絞り込んだ問題を三回じっくりとやっていく。それも。一回目は少しゆっくりと長い期間をとって、二回目はそれよりも短い期間で、そして三回目はより短い期間でと。 最終的には12週間で,です、ね、絞り込んだ問題を回せるようなそういったです、ね、勉強がおすすめそのためにですねやはりしっかりとした題材選びというのを皆さんに提案をしたいと思いますでその題材としてはまず一つは過去問を題材にする人もう一つは実力要請答弁などの答弁の問題を題材にする人がいらっしゃると思います。 で特に、初学者の方今年が1回目の受験の方または過去問をもうやり飽きたとは言えないような方には過去問を題材にすることをおすすめしております。では、これがポイント1で続いてその過去問をどうやってですね題材を選べばいいのかという点が次のポイント2となります。 ポイント2、過去問をそれでは題材を過去問にしたのであれば続いて問題となってくるのがその膨大な量の過去問の中から直前期に回すべき問題をどうやって厳選していくのかということなんです。 で10年分というようなですね期間で区切って問題の題材とするというのは10年分としてしまうと例えば15年サイクルなんかで出てくるような、まあ、刑法だと放火罪なんかが1つ、ね、例になってくるんですがそういったものが抜け落ちてしまういわゆる論点落ちというのが起きてしまうんですね。 でそれがどうしてもやっぱ気になるので10年分としても論点で落ちちゃったものをこうやって入れて入れてっていうふうにやってくると結局問題数が増えてしまう、ねえー、それで回しきれなくなってしまうでそういったことがよく指摘されます。そこで、えー、こでででの講座では、えー、とにかかく論点落ちををしないでないおかつ、えーあの両門を 約10年分相当ぐらいの問題数、私の方で絞り込んで一冊の問題集にですね、えー、しました。ですから問題をですねこちらあの私の方で厳選をしたという点がまあ大きな特徴ということになります。で一冊の問題集になっていますからやるバラ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 とですね自分でこう、えー、切り切って、えー、ファイリングしてということがいらない。とにかくその問題集だけを直前期に2回3回4回と回していけば合格に必要なです。 ですね勉強となるというその安心感までも皆さん方にお届けしたいと思っておりますこれがポイントの2となります続いてポイント3画面をご覧ください講義で知識の核を構築し最終的には絞り込んだ過去問数の5倍に匹敵する知識を得る 実際に講義は過去問をベタベタの解説等はいたしませんもう過去問については皆さんも勉強をされてきているはずですからもちろんあの難解な過去問については必要に応じて解説をしますけれどもこの講義の中で主に皆さん方に提供するのはこの1台の問題を使って合格者だったらどこまで確認をしていくのかつまり1台を2問分3問分の知識に広げていこういわゆる横断整理的な講義をしていくことになります。 つまり足では原則しか出していなくてもその例外を講義で取り上げたりまたは似て非なる他の論点まで言及したりとそういったです、ね、横断整理的な講義をです、ね、展開していくことになりますからや解説講義を聞くことによって絞り込んだ問題数であるけれども論点の数からするとです、ね、その講義を生かすことによってこう幅広くカバーすることができるそういった講義展開を していくことに特徴がございます、えー、以上ですね3つのポイントを今ご紹介をいたしましたそれではこの講義の中でどういったですねレジュメを使っていくのかを次にご紹介いたしますそれではあのこの講座で使うレジュメをご紹介いたします 問題集を先ほど過去問の絞り込んだ問題集をね一冊にして皆さん方にお渡しすると言ったのはあれは過去問題集過去問題集は今年あの私がリニューアルしまして選ぶ問題を変えて皆さん方にご提供いたしますその問題集は合格ゾーンを編集し直したものでそれはあの皆さん方にお渡しするそれと今映っているのはちょっと別のこれ講義の中で使っていくレジュメになりますでこちらにあるのがですね、えー、皆さん方にその 問題集の過去問集ですね、それをどういうふうに直前3か月に回していけばいいのか、ちょっとこれ、画面が小さくて、具体的にここでご覧になるのは難しいと思うんですが、第1回目の前半のところで、その3回なら3回、4回なら4回回していく、じゃあ、1日の問題数は、民法が何問で、不当法が何問で、会社法が何問で、ね、そして何日間でどうやって回していくのか、具体的なプランまでご紹介していきます。でそれをこう皆さんにご紹介した時 これ去年のものなんですが、去年お配りしたレジュメのまあ、えー、見本なんですね。で、そこであのお問題集を手に入れた上で、このお 回し方をですねレクチャーを受けてでその通り本当にですね3回4回と回して見事去年合格された方たくさんいらっしゃいますですから回し方までですね皆さん方にご提案をしていきますのでまずは1回目の前半ですねしっかりとそこを講義を聞いてどういうふうに3ヶ月回していくんだろうというのをしっかりですね、えー、あの理解してチャレンジしていただきたいなと思います。そして、えー こちらにありますですでねもう一つレジュメの方これは先ほど言いました横断整理のですから1問の問題では1個の論点しか聞いてなくてもこの横断整理の図表でもってそれをこう幅広く広げていくもちろん、えー、何でもかんでもですね横断整理していく必要はありませんから横断整理するべき足についてそこは私が厳選して、えー、知識を広げた方がいいというところに関しては横断整理の図表を皆さんにご提供して でそれを使って復習の時にですねその必要な知識を拡大していただくでそういったような、えー、レジュメとなっておりますのでこれ非常に皆さんに好評でしてねあのぜひ手に入れて、えー、勉強していただきたいなと思っているところです。それでは、えー、この「直前択一過去問絞り込み講座、えー」3月の21日に開講いたします。 1> 第一回目の三月二十一日は、えー、渋谷駅前本校があ生講義の実施校なんですけれども、えー、下に今ですね出ている通り、えー、同時配信でですね、えー、レックの各本校でもって、えー、配信をいたします。三月二十一日水曜日六時からというスタートです。第一回目は無料体験していただくことができますので先ほど言いましたあの直前三ヶ月具体的にどうやって問題を回していくのか一、えー、日にだい何問ぐらいそして 何日間のスパンで持って回していくのか、等々のですね具体的なスケジュールをこの1回目でご紹介します。ぜ、え、ひ、ー、あの受講を決めていらっしゃる方も、またはあの検討中の方も1回目無料体験ねぜひいらしていただいて、非常にあの3ヶ月の勉強の具体的なイメージがですね持てるようになると思います。ですのでぜひですねこの無料体験にご参加いただければと思っております。 えー、この直前卓越学問絞り込み講座非常にあの長い歴史がございまして今年あの問題を入れ替えるということで私もですねまた新たな気持ちでこれに取り組もうと思っております、えー、皆さん方のですね合格のお助けになることをですね、えー、切に願っておりますのでどうぞご検討されている方は第一回目いらしてくださいその他何かお問い合わせ等ありましたらレックのコールセンターですとか使用書士のホームページと、またはお近くの各レック本校等にご相談ください それでは本日は卓一直前卓一過去問絞り込み講座についての簡単なご紹介をさせていただきました皆さんご清聴どうもありがとうございました